それでは定例記者会見を始めさせていただきます。まず最初に知事の方からお願いします。はい、まず、秋の、全国、交通安全運動の実施について、です。9月の21日から30日までの、10日間は、子どもと高齢者の交通事故防止を基本とする、秋の交通安全運動の、実施期間です。重点項目は、夕暮れ時と夜間の、交通事故防止、シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底、飲酒運転の根絶の3つです。特にこれからの時期は日の入りが早いため、夕暮れ時の交通事故にはぜひ気をつけてください。さらに大阪では、高齢者の自転車事故の死者数が増加傾向であることから、高齢者の自転車事故防止についても、交通安全対策協議会で重点的に取り組んでいきます。取り組みの一つとして、あさって9月の19日に、大阪市立中央会館において、中央区自転車高齢者自転車安全教室を実施をします。吉本新喜劇の茂造じいさんこと辻元茂雄さんをゲストにお迎えをして、私と対談を行います。行うほか、高齢者の皆さんを対象とした自転車安全教室を行います。また9月の23日の秋分の日には浜寺公園で2014大阪交通安全ファミリーフェスティバルを開催をします。特別ゲストにビーズガールズをお迎えをしまして、お子さんからお年寄りまでが楽しみながら交通安全を学んでいただけるステージイベントや交通安全教室等を行います。府民の皆様におかれましてはふるってのご参加をお願いします。この機会にご家庭で交通ルールやマナーについて話し合っていただき、交通安全の意識を高めていただきたいと考えております。次に特殊詐欺の被害防止に向けてです。大阪府内における平成25年度中の振込詐欺など特殊詐欺は件数被害額ともに過去最悪でした。今年の上半期の被害額についても昨年並みのペースで推移をしております。特殊詐欺の手口はこれまで、オレオレ詐欺のような振り込み型が主流でしたが、最近はレターパックや宅配便などで現金を送らせる、現金送付型が増えております。レターパックや、宅配便で現金を送れという話は全て詐欺だと思っていただいて間違いありません。そのような電話を受けたときは必ず家族や友人あるいは警察署に相談をしてください。知らない番号の電話にはそもそも出ないということも大切です。高齢者を狙った架空の投資話や訪問買取など悪質な手口の消費者トラブルも依然として発生しています。国民生活センターの発表によりますと、認知症高齢者の消費者トラブルが平成25年度の1年間で1万件を超え、過去最高となったとのことです。トラブルを防ぐにはご家族や周囲の見守り気づきが重要です。おかしいと思ったら消費者センターに相談をお願いいたします。またインターネットを悪用した詐欺が昨年よりも増加しています。インターネットバンキングのユーザー ID やパスワードなどが盗まれ、預金が勝手に他人の口座に送金される事態や LINE 等で友達になりすまして電子マネーを騙し取られる被害が発生します。防衛策としてはウイルス対策ソフトを導入してこまめに更新することやパスワードを定期的に変更することなどが効果的です。大阪府では警察本部や市町村とも連携し、さまざまな犯罪からの被害防止取り組んでおりますが、ここまでやれば大丈夫という、簡単なものではありません。日々の積み重ねが大事であります。海の皆様におかれましては、少しでも不審な点を感じられたら、警察や消費者生活センターに相談したり、金融機関に確認するなど、被害に遭わないための対応をぜひよろしくお願いします。僕から以上です。それでは質問をお受けしたいと思います。まず最初に日本経済新聞の皆さんからお願いします。管理者の日程
生新藤さんもです。よろしくお願いします。今日の2つの発表の中でも高齢者の方の話題が出てましたが、大阪府警が今朝発表した件で、その身元不明の高齢者の方なんかの顔写真なんかを含めた台帳というのを全ての警察署に置くという取り組みを始めると聞きしました。これについてちょっと少し知事から説明と、取り組みに期待されるようなことをお話します。本日、大阪府内の、65の、全警察署所轄において、身元不明迷い人台帳の、閲覧制度が全国で初めて、整備される、ことが、大阪府警によって、発表されました。まあ、大阪府としても身元不明者を保護する市町村と、連携をしながら、本閲覧制度が実効性のあるものとなるように全面的に協力をします。こういう制度があるということを、周知していただくのが一番重要です。新聞、テレビ、メディアの皆さんには、警察署に行けば写真付きの、そういう、身元不明迷い人の台帳があるんだということをぜひ、これも全国にですね、これは身元不明の人、高齢者の人が、大阪の人だと限ったわけではありませんから、全国にぜひこういう制度があるということを、広報していただきたい、こういうことを積み重ねることによって、今まあ身元不明でもう自分の住んでる場所、家族、名前も、その記憶からなくされているわけですから、そういう認知症の方が、安心して住める家族のもとへ、帰れるようにぜひご協力をお願いしたいと思います。また府のホームページにも、身元不明者のサイトを開設し、身元不明迷い人台帳、閲覧制度に、誘導するなど、市町村と、大阪府警と連携強化を図ってまいります。ありがとうございます。ご代官邸リニアについてなんですけれども、知事これまでも東京大阪間の同時対応でも訴えていらっしゃいましたが、JR 東海の姿勢は変わらないということとですね、国の来年度の予算にもその関連予算というのは計上されない可能性が出てきています。かなり厳しい状況と見られるんですけれども、それでも同時会議を目指すための対策というのを改めて、まず直近の目指すための活動としては、7月の28日に、設立をしました。官民の協議会において現在、リニア 全線同時会議がもたらす経済効果のほか、資金調達方法等の整備促進手法について検討を進めているところです。11月頃ですけれども、それをめどに中間の取りまとめを行い、国 JR 東海の方向転換を、働きかけていきたいと考えております。やはり JR 東海さんに、いかにね、同時開業、大阪まで早期に開業することが JR 東海さんのメリット、企業価値を高めることになるということを、いかに理解していただけるかだと思っています。今大阪の現状でいうと、トップやそして観光局を中心に、観光客の増加をさせるためのさまざまな施策をやっております。これから5年後にはぜひ今国会で成立するであろう、IR いうものも、僕は、そのプレオープンというか一部オープンを、目指してますので、そういうことになりますと、約1000万人、現状から1000万人の観光客が増えるという試算もなされているわけで、その方々は、大阪に、関空に来ていただいて、大阪に滞在をし、その後、東京に、観光に、逆のパターンもあると思います。その時に、
いちいちね、名古屋で乗り換えるのがね、直接、リニアで1時間で東京大阪を結ぶ、そのニーズは非常に高いこう思ってます。絶対的な消費者、これは大阪には増えてきますからね、鉄道を使う消費者、JR 東海さんにはぜひその消費者を自らのユーザーしていただきたい。そのためにも早期に、東京大阪間をリニアで結ぶというご決断をお願いしたいと思います。ありがとうございます。仮にですね、その全線同時開業の見送りというのが確定した場合にですね、例えばその名古屋駅でリニアから新幹線に乗り換えるための利便性の補助策を取ってくれと、まあ、JR 側に申し入れるですとか、まあ、そういう路線も今現在お考えでしょうか。まあ、僕はね、まあ、東京名古屋間が、開通をしたらね、大阪までがの開通がなされなかった場合ね、同時で、ね、僕はもう新幹線に乗りますよね。2時間半でね、だから名古屋での乗り換えについてね、それ何かこう大阪として、その利便性向上に、お手伝いするというところには、ならないんじゃないかなと思いますね。だから僕の感覚では今はしょっちゅう東京に出張しますけども、これ1時間で羽田で済んでね、大概は飛行機が今移動手段、これがリニアがつながればそちらに変わるでしょうし、飛行機の時間がどうしても取れなかった場合は新幹線の2時間半で十分です。いちいちそこで乗り換えようとはなかなか、僕自身は思いません。だからこそそういうお客さんが多いですよということを JR 東海さんには分かってもらいたいと思います。今後ですね、そのいつその、まあ、同時開業の見送りを見据えたこの施策っていうのを考え、まあ、そうは言っても何らかの施策を考えられると思うんですけれども、その判断のタイミングっていうのはどの辺にあるんでしょうか。いや、だから同時開業が見送られるっていうのは、これはまあ物理的な工事の工程とかそういうものをもう考えたときにね、多少その同時じゃなく、大阪までの時間がかかるというのはあるかもしれませんが、JR 東海さんもこれからの大阪経済の成長を見れば一日でも早くこういうふうに考えていただけるもんだ、そのために今大阪のその経済のパイを大きくしていこう、経済成長を他の、まあ、都道府県、まあ、東京と切磋琢磨できる規模に、ね、やっていこうというのが今取り組んでいるところですから、もう大阪の成長が今でも非常にさまざまな数値を見れば、他地域と比べて、ね、成長率については、まあ、大阪はトップ走ってるとこう思ってます。だからそれが継続的にそういう状況を JR 東海さんに見せることで、必ず、JR 東海さんは大阪までの早期、開業を決断されるもんだと僕はそう思いますけどね。大阪の経済指標いろいろ言われている、全国でいろいろ言われている中で、例えば、ついこの間も新聞出てましたけど、高校卒業の皆さんの、就職率、2倍です。これも全国と比べてずば抜けてる。これは
多分あの大阪 の, あの中小企業がそういう若い、人材を今探してるし、それとマッチングしてきてるんだと思います。だからものづくりがそういう形で人を集めるということは、さまざまなあの大阪 の, あの製品が売れてるということだと僕は考えてますし、まあおかげさまで大阪府税の収入も他府県と比べれば伸び率も高いですし、有効求人倍率も全体の有効求人倍率も伸びてます、そういうところを見れば大阪の経済が、のパイが、少しずつ、大きくなっているというのはこれマクロ経済の指標を見れば明らかですので、それを、まあそういう状況を、その鉄道事業者、そういう運輸事業に関わっている人たちはみんな思っているわけですからね、いかにその地域のそういう需要を取り込んでいくかというのが企業の成長戦略と思いますから、資本主義経済においてまさにこの JR 東海さん自らの売り上げを上げるためにはその高速鉄道は大阪まで早期にその思いは持たれていると思うんですけど、あとはその資金需要の話だと思いますが、そこは官民の協議会においても協力できるところの具体的なプランを、まとめて、お示しをしていきたいと思っています。本田さん、ありがとうございました。ご質問ありますか。NHK の水野です。はい、身元不明の台帳なんですけれども、まあ、警察署で始めることなんですが、府の出先ですと か, なんか府の関係箇所でも何かそういったようなことができるようなことにはなかなかならないですか。これ出先機関で、これ警察の情報ですんでね、全て府の出先機関にその台帳を置くことはちょっと難しいんじゃないかな。だから、まあ、今ネットで検索していただければそちらの方にしっかりつながっていけるようにやりたいと思っています。やっぱり個人情報も入ってるから全て手を抜いたよね。どこででもっていう、それを閲覧に来た人がやっぱり必ず家族とかね、そういう人に以外の人に、誰にでも閲覧というとなかなかやっぱり、個人情報としては無理なんじゃないかなと思っています。だから行方不明の届けを出した人ですね、出した家族のみに閲覧をされるということですか。一方で自治体によってはですね、いろいろこうかるのかもしれませんけど、写真だけはこう出してみようとか、そういったところもあるようなんですけれども、今のところ区の方ではそういった検討は、今のところそういった検討はしていません。身元不明人代表 の, 協力なんですけども、あくまで市町村の協力要請に基づいて、警察署の方が判断をされます。先ほど知事がおっしゃいましたように、閲覧する人を行方不明者届を出されている方あるいは家族に限定をいたしますので、そこら辺りは市町村の判断で、協力要請がなされていくということになります。あと中鉄県で また都構想についてなんですけれども、一応市議会も府議会もですね、委員会にきちんと託して一応質疑をやろうということも野党側が考えているんですけど、それについてどのように受け止めてますか。いや、まあ今まで、
この間からの2回の臨時会でもそうですけども、彼らは議論から逃げない、前向きにやるということはずっとおっしゃってたんでね、楽しみにしてます、ただ大阪市の状況はひどいですね、要は市長に答弁をさせない状況なんでしょ、ずっと、だからこれはまあ政治的にも、行政的にも、予選のトップである、市長に対してですね、答弁を求めない姿勢がね、これは要はこう維新はだけで勝手に法定協議会を進めて、その議会の議員の住民代表の意見をおろそかにしたとかなんとか、ずっと自民党から共産党まで言ってる中でね、大阪市議会において、市長に答弁を求めない、だから市長に出席要請がないと、この状態をね、本当に、どう思うのか、民主主義としてね、だから、新藤総務大臣からも、やはり、地方自治の根幹での二元代表の中で、議会との積極的な、議論を望むと、こういうことを言われたわけで、でそういう付帯決議が、付帯の意見がついた中で、法提供の、協議書のを我々は総務省に承認をいただいたわけです。でそれを受けてね、自民党から共産党までが、このやり方、強引なやり方において、その維新以外の意見が反映されなかったじゃないかと、この協議者は無効だと言い続けてきたわけですよね。じゃあその意見も反映させましょうと橋本市長も僕も言ってるわけです。だから、皆さんの合理的な、根拠のある修正案は受け入れますよ、こういうことも申し上げてる。なのに市議会においてね、その橋本市長が委員会に呼ばれない状況で、市長が提案した、市政、なんていうかな、市協議会、政策連携協議会、市長と議会が議論する場ですよね。その条例も市長に、その条例の必要性を、自民党から共産党まで、質問することなく一方的に議決でしょ。どうやって議論するんですか、あれが今の自民党から共産党までの体質じゃないですか。まさに、議論をその議論することを拒否しているのは自民党から共産党、そういう人たちが法廷の中に入っててね、この協議書がまとまることな、まとまるはずがなかったんです。結局は彼らはそれを言い続けてきて、議会が始まったのに、今まさに一番議論できる場所なのに、その協議の場所さえ否決した、この事実です。この事実に対してメディアの皆さんも特に朝日毎日、議会軽視だどうだとずっと法制協議会の時に言い続けていて、議論がなされない、声が届かない、そういう、報道をやり続けてきて、その今後は議会を見た時にね、どういう報道するんでしょうかね、今の議会を。僕はもうそれが一番、今の議会の姿を見て、僕市議会の姿を見てね、率直な感想です。ぜひ府議会では中身のある議論をさせていただきたいと思ってます。だから誓いの方ではですね、府市統合関連議案これ相次いで議決されています。この状況についてどう考えていったということと、これをどう打開というかしていくのか教えてください。まずその今府市統合議案を議決している状況ね、これがまさに自民党から共産党までね、肩組みをしてますね。彼らは今まで大阪党をやらなくても、
二重行政は解消できると言い続けてきました。自民党が言う広域連携協議会大阪市長、大阪府知事、議会、府議会、市議会、みんな入った中でね、その広域行政連携協議会を設置すれば二重行政は解消できると、この約、3年半の前回の統一地方選挙終わった、終わって今まで言い続けてましたよ。これ議事録にもずっと残ってる。なぜ必要なのか、なぜ都構想にしなければ二重行政が解消できない、できないじゃないですか。今出してること、府市両方で、まあ片方の議会が議決した瞬間にできません。これはそれができないからって府議会では条例をその提案しないということにはなりません。それはなぜなのか、市議会と府議会とひょっとしたら意思決定が違うかもしれない、議決するにも理由が違うかもしれない、それぞれ考え方がバラバラなんです。だから新たな組織体制を作らないとこの二重行政と言われるものを解消することはできません。今回でもうはっきり分かったんです。これはっきり分かってる中でね、それでもね、二重行政二元行政は今のままでやれるんだというね、そういうもう、なんか そういう論もね、これ成り立ちません。まさに自分たちが二重行政を作ってきた、まさにその元凶だというのを今回市議会であれだけのものをすぐに否決した時点でね、もうはっきり分かりましたね。中身の議論もなく一方的な議決です、これで府議会で例えば通ってもできません。しかし府議会は府議会の意思表示を僕は求めます。どういう意味で賛成するのか、どういう意味で反対するのか、それを中身を府民市民の皆さんにご説明しなければ、ご説明する責任が公選職すべてにあるわけですからね、結局、今の、体制では二重行政二元行政が解消できないというのは今回はっきりしたということです。そのためには体制を変えるしかないということです。ご苦労でございました。朝日新聞の川口です。今の、都構想の関連で、議会でのですね、修正ということも言及されておられましたけれども、一応確か橋本代表松井、代表じゃない、橋本市長の松井知事もおっしゃってましたけども、要するに特別区を作るということ以外は、まあ、何でも受け入れるというようなことでしたよね。例えばその、まあ、法的の最後の方でもシステム的に間に合わないみたいな事務方からも不安の声も上がっておりましたけども、年金については、その修正の対象になる、例えばその先に伸ばす年限についてはこの協議書の、もう中に書き込んだ、29年4月、これがもう目標です。でそうするとそのあたりと、まあ、特別区を作るということ以外は取り組んでいます。そうですね。だからシステムについても法提供の中で、事務方といろんな話をしましたが、事務方が言ってるのは現状で国のマイナンバー制度に載せるためのコンピューターシステム、これを同時並行で進めていくんで、その今の時点で各区特別区とそのシステムについて、今は大阪市そのものなんですから、だから今の時点で各特別区とのシステムをの、まあ、例えばそれは業者さんに今すぐ発注できる状況にはない、したがって29年4月に、各完成しているのかどうかを答えられないというのが事務方の意見です。だからこれ決定すれば今の時代ですから2年もあれば、それはもう
特別区において、そのマイナンバーカードに、対応できるそういうネットワークがこれ作れますよ。他にございますか。よろしいでしょうか。それではこれで一応やります。この後確認したいと思いますので、どうぞ。ご質問の方どうぞよろしくお願いいたします。はい、維新の、党の党大会の週末になりますけれども、うん、統一選挙までこの半年というところで、この有力を交流することによって大阪維新の会にとって統一選挙でどういったこうプラスのメリットがあるんでしょうか。大阪維新の会にとってプラスもマイナスもないんじゃないですか。大阪維新の会は文献改革を進めるにあたって、その先頭を走っているローカルパーティーですからね。だから本当は各エリア各区域において、その基礎自治体の仕事公企業さんの仕事があるんで、本当はそれぞれで課題を解決するための政治の集団が僕は必要だ、これまでも何度も言ってきました。だからその地域で、解決できない、課題を例えば地方で解決できないことを国に対して、法律の改正なり、税の配分なり、見直すためにその国政政党との連携をしていくと、これがもう地方分権のあるべき姿なんです。だから大阪市の会はもう全国先駆けてね、大阪でのさまざまな行政課題を解決するその装置の役割を担えるそのローカルパーティー政党になってますか、地域政党に、なってますから、その国政政党がどう再編されたということに対して、特に大きなプラスになるとかマイナスがあるとかいうことはありません。もともと日本維新の会の発足の当初の目標というのは大阪都構想の実践のために、国政にも進出してもらったと思うんですけども、今回のその有利な党との合流というのはその都構想のこう、勝負どころである統一選にとってはその特にこう切り離して考えているということですか。だからこれもね、都構想についてもほら、これは何でか分からんけども、その政権が賛成してるというのをね、今度は朝日だけがちっちゃく載せてくれてね、他が全然、載せてもらってないんですけどね。だから都構想についてはもう心配してません。というのは自民党政権は賛成、総理官房長官、これも賛成とはっきり言ってるわけでしょ。で自民党として賛成だということもおっしゃっていただいてますんでね。だからこれ国の自民党は全面バックアップですよ。だから都構想がについて、将来は住民投票した後ね、それで賛成多数になった後、国のでの国がいろいろとこう手続き等についてはやはり国とも相談いるでしょう。その時に、物事が速やかに、進まないはずがありませんから、もう全く都構想については、その今回の維新の党がね、がどういう、役割をするとか、国会での、協力がいるとかいうのはもう全く、考えていません。もう今の圧倒的多数の自民党が賛成はっきり言ってくれてるわけですから、だからまさにある意味でだから大阪のその自民党の皆さんはローカルパーティーになってるのかな、国とは全く違う形で自分たちの意思というか都構想に反対、二重行政はこのままいうことをやろうとしてる政党ですからね。だから今は
大阪においては自民党から共産党までが政策打ちした一つの彼らはローカルパーティーになってるかもしれませんね、うん、まあそういうことですね。だから都構想について、国政で、こちらで決めたことが国において、潰されるようなそんな心配は一切今ありません。もうそれははっきり言っていただいてるし、うん、毎日新聞も一個もここは書けへんよね。ね、政権政党政権が了解してると言ってるの、うん、朝日だけちっちゃく、なんでちっちゃいのかもわからない。そういうことです。今日ですね、国会の方で病院の審査が変わってですね、まあ、規約などの総会を開いて話し合ってると思うんですけども、うん、これ今どういう状況というか連絡は取ってるでしょうか。いや、これは東総務会長、元ですかね、今人事は両代表で決めるんでね、東議員を中心に、実務者協議というか、要は国会議員団のそういう実務者の皆さんがもういろんな形で調整していると思いますよ。でもほぼ規約についても、旧日本維新の会の時のそういう規約を参考に、規約書作りが行われているとこう聞いてます。今日はそしたらまとまるような感触でしょうか。まとまるでしょう。もう何もまとまらないかがのところが僕もわからない。若干は組織を巡るって言ってるそういうみたいなのがあるような組織も、旧日本維新の会の組織を参考に、組織体制を作っていくということは約束してますし、枝代表も僕は何度も言ってますけども地方と、国政と、自治広域国政とこういう議員団は横並びであるべきや。だって、文献改革、統治機構改革をしようというのは地方文献というのは国会議員がトップにあるピラミッド型の政党ではこれはできませんから、そこはもう完璧に一致した意見ですから、江田さんと橋本代表。だから組織についてまとまらないなんてことはありえません。どちらかが言ったことを保護にするということになりますから、それは。ただまあ、その国会議員団と地方議員団が、それで作ることに、まあ、若干そこに異議を唱えるとは、あるように。異議を唱える人は出て行ってくれていいんじゃないですか。もう決まったことですから。ね、だってね、体制編を変えていこう、統治機構を変えようと、文献改革って言ってるのに、そのピラミッド型でなければならない。いう国会議員はその維新の党のそもそものアイデンティティが一致してませんから、政策を一致させる、そしてアイデンティティも一致して、それから、そういう集まりで政党を作ろうというのが当初の全員の一致した見解だったわけですから、今になってピラミッド型だと言うんならピラミッド型の組織政党に行かれた方がいいと思いますよ。橋本代表は非常にこだわっていらっしゃった文書滞在通信費の、まあ、扱いなんですけれども、で結構国会議員が慎重な意見が多いですけど、これについてはどうですか。これはもう内規ですから、代表が代表である限り、それはオープンにしていくというのはもうこれ決定事項です、うん、だから要はね、成長費と違うのはこれ使わなければ返すという種類のお金ではありません。国会議員はあれ手当ですから、だから使っていいんです、解散で。だからそこを勘違いしてるのかなと僕はよう思うんでね。だから要はでも手当であっても税金である以上は文書通信交通滞在費こうってなってるわけで、だからまあ滞在するときにね、誰々と会食をしてどこで何をというのはね、出したらいいだけの話なんですよ。あとはそれを出して違反でも何でも違法でも、あとはそれを出して有権者に判断してもらう、うん、要はまあ
いろんな買い物しても多分いいお金なんです。成長期のようにね、例えば、自転車を買ったらいかんという、お金ではありません。交通費が入ってるわけです。だから、移動手段としてね、移動手段として、それは僕はちょっと国会議員じゃないんで細かいのは知りませんけどね、自転車を買った、軽自動車買った、それもその元々領収書いらないわけだから使えるはずなんですよ。だからそういうのを何に使っただけは言おうよと。だからその例えば原付バイクで、こうマイク積んでその経費使ってる、これはいいんじゃないのと。ただそれがね、でも、もうそれがでっかいもうすごいバイクを乗ってるとかね、それでも移動手段としては一緒やからいいはずなんです。ただそれは表でこういうものを買いましたというのははっきりと伝えましょうね。あとはそれを有権者の皆さんが見て判断をすればいいとこう思ってます。だからこれは多分他の政党とかとの、まあ、政府予想はやってないじゃないかという話がありますけど、そのやらないっていうことも含めてね、やってる方とやらない方と、どうなのということも有権者に評価をしていただきたい。いい評価なんのか悪い評価なんのか、ね、だから全てやっぱりこれは、表に出していこうよというのが橋本代表の考え方です。そのだから僕はそれをあんまり拒否されるという方がおかしいと思います。10月1日からの実施もいらっしゃいましたけど、まあ、それは目標です、ね、でもまあもうきちっと10月1日にねホームページ全部公開できるかどうか分かりませんけど、近い間に公開をします。だってこれ繰り越しもありなわけでね、このお金はもともとだから領収書いらんお金なので、だから今月は使わなかったから来月繰り越し、繰り越し何十万とか別にいいじゃないですか。それをせやから出そうよと言ってるだけなんです。ホームページで公開、まあそうですね、一番分かりやすいのかなと思いますけどね。すみません、また別の話ですけど、公明党がですね、一輪区に、まあ、皆さん出さないとか、方針を語られたみたいなんですが、それについてどうお考えでしょうか。いや、それも公明党さんの判断なんで、僕はどうもこういうことではありません。はい、ご質問ございませんか。すみません、今の現職の審議会大臣の話ですが、以前は企業研究の取り扱いの中で、やっぱり国会議員とですね、地方の皆さんと、まあ、意見が合わないこともよくありましたけども、やはりこういった現職の審議会のようなものを公開に進めていくことで、そこは一緒にきちんと地方を取り出せるという、このようについては。いや、もう特色よりもう僕はこれ当たり前で、要は増税をこれからしていくわけでしょ。今年の僕は4月にも言いましたけど、まあ 3% の増税を消費税上げてね、で国会議員の給料がね、戻ってるというとこ、そもそもはね僕はおかしいと思ってるところです。だから税金がある限りは、経費が必要なのは分かりますよ。だからそれは表に出していこうと、いやだからこれもね、この4月に言った時も全くだからこれはもうメディアの皆さんもね、しっかりそこはおかしいことは伝えなきゃいけません。これからやっぱり消費税は 10%、 これはもう法律で決まったことで、基礎的財政収支の黒字化をね、いつまでに総理は何年かの20年までとか言ってるわけでしょ。じゃあもう大体アベノミクスが完成したら、基本的に税収、まあ法人税、個人、所得税含めてどの程度上がってくるっていうのはもう見えてくるわけですよ、完成すれば。
じゃああと消費税でどのぐらいの税源ができて、あとはさっきも言いましたけども、マイナンバーカードの導入と、やっぱり、僕らはこれ 国政政党としては歳入庁という形の中で、やっぱり税をまともに払っていない、逃れてる人からもちゃんと取ると、そういうのを全部セットにしたときにね、あと何が どれくらい足らん、赤字国債を発行しなくていいようにするには、どの程度のね、ものが、財源が必要なのと言ったときには、まさに、まあ、役所改革が必要で、役所改革をするとなればね、これ大阪がやっぱり黒字化でここまで来れてるっていうのは、まずは役所改革とかをするにあたって、公選職が全部それやったからです。それを国全体でやらないと、この国の黒字化はこれできません。もう圧倒的サービス低下さすんならいいですけど、でもこれできませんからね。もう分かってるんですよ、これはみんな政治家は。だから維新の会としては今政権を取ってるわけではないんで、一挙に全部できないけれども、自分たちのやれることだけはやろうというところを、まさに会から始めをやってるわけです。でそれをやりきった、実現させたのは大阪だけですよということです。だから国政政党の方もしっかりとそれを訴えていってください。僕です。この辺り、現在獲得も見受ける改革というのを、ね、主張していくと思うんですが、そこは関東ちょっと話しちゃうんですけど、つまり政府としてのところが、当たり前、見分ける改革って言ったところが、要は、領収書不要やと言われた経費をね、これ税金をオープンにすることすらできないようにね、見分ける改革なんかできるわけがないじゃないですか。だから僕は使うなとは言ってませんよ。必要経費認められたもんです。これもでも国会議員がみんなそれぞれで、まあ、議員立法で成り立ってるんでね、多少お手盛り的な批判はあるとしてももう決まってることですから。でも使ったものを何に使ったかぐらいは言わんことにはね、だからそれを言って市民、国民からそれぞれが評価されるということです。国会議員の維新の皆さんの中にも、やはり少し時間が欲しいなというのが覚えてもあるんですけど、このあたりですか。だからその時間は 何のための時間なのかと、要は使ってるんでしょ。使ってるもん、何に使ってもいいわけでしょ、これ領収書いらんから。だから公開だけしようよということです。僕もちょっとその細かいね、使用基準っていうのがそのどういうふうなルールになってるのかは分かりません。国会議員じゃないんで。でも領収書いらんということは何に使ってもいいということやと思う。だから使ったところだけね、表に出したらいいやんか。だから飯食ったと、領収書いらんから飯食ったり酒飲んだりにも使ってるんでしょ多分。だからそれは出したらいいんです。どこで何食うたら、まあだからまあ何食うたまではあれかもしれんけど、どこどこの店でいくらね、まあね、それは肉食うてようが鶏食うてようがいいじゃないですか。あとはそれをね、国民に判断してもらっていいんですよ。肉食うとくなみたいなね。だからそれは別に国民としたら、まあそんだけ国のために働いてんねんから栄養を取ってもらうなと思ってもらえるしかもせんし、この人はこんなに肉食うてんのかと思われるかもしれんし、それは自由や。はい、他にご質問ございませんでしょうか。昨日、大阪市の会の山本圭司さん、離檀届と離党届を提出されたようですけれども、幹事長としての受け止めの、これはもうね、本人がそう判断したんなら、団は、まあ、団として決定すると思いますけど、党としては離党を認めます。彼は法律に違反したわけでも、維新の決定した事項に同伴したわけでもありません。やっぱり道義的にちょっと、大人が
中学生相手に、まああいうメールのやり取りしたことに対してね、これ批判はあります。だからその批判を持って、まあ冗談という一端は、フリッタンのこの判断に対して異議申し立てをし、しかしながらもう彼自身は、一人の政治家として、ここでその、まあ、どういう決定になるか分かりませんけど、党員資格停止状態がずっと続いているわけでね、党員としての党所属議員として、活動が今のところはできない状態がこのまま今は続いているわけで、そういう状態であれば、無所属になって活動したいという本人の意思ですから、それは尊重すべきだと僕はそう思っています。あの大阪都構想には今後の議員活動でも、まあ、賛成していきたいということもおっしゃっていたようですが、まあ、これについてはどういうことですか。いや、これはもう当然だと思います。大阪都構想を推進するということを公約のど真ん中に掲げて当選したわけですから、それを反対側に、だから維新の会を抜けて反対に回ってるその一部の人たちが、これがもう一番わからないんです。これはもう我々を裏切るんじゃなくて有権者を裏切ったわけで、もうこれはもう当時、幹事長として、そういう、まあその人たちの私利私欲、懲り攻略、そういう性格、人を裏切っても平気、そういうものを見抜けなかった僕は非常に責任を感じてます。このままだと、その昨日の段階ではですね、今言ったけど序談の方針というのを不議団としてはですね、変えないという可能性も高いと思うんですけど、そうなるとその離党を認めるというこの党との方針と少しちょっと差ができてしまう可能性もあると思うんですが、そのあたりはどうですか。これ今井幹事長ともちょっといろいろとやり取りしてます。これ役所 の、 例えば、懲戒処分事例とか、そういう中に当てはめても、クビの事例では僕はないと思ってます。だから、自主退職的な部分かなそう思ってますんでね、そういうのも、まあそういうことも踏まえて、議員団の判断もしていただきたいなと思ってますし、ただし、まあ、判断は議員団の方で自主的にやるもんですからね。ただやっぱり、ね、あまりその個人的感情はね、こういう人事案件については個人的感情論にならないようにすべきというのが僕の考え方です。他にご質問ございませんか。笠野市でのお部屋より作業というのはそうするとございますか。これはまあ候補者がいなくなったわけですから今のところ、まあ府議団と協議して、検討します。僕のところにはまだ離党の要は離党したいという要請というか要望来てませんから。その選挙に向けてような検討なんでしょうけれども、その、まあ、目指す目標が一致ということであればですね、何らかの状況を感じるみたいな、まあ、これまでない形も、まあ、一応選択肢としてありますか。これは処分じゃありませんから、離党の場合は無所属で彼の活動を見てね、もうやっぱり一度ね、まあそういう失った信用というか信頼というかね、片野市民の皆さんに、彼自身がどうこう改めて信頼をしていただくためにどう行動するかと思いますよ。他にご質問ございませんか。今も同じで、昨日山本議員はですね、無
所属で以前にやりたいというのをこう幹部の方がおっしゃったわけですけども、その場合には、対立候補を立てずに、まあ、9回かかるんですけども、一緒に対戦された場合には、その後9回でというのもパターンとしてはあります。だからその彼自身のこれからの行動にかかっていると思いますよ。だから今回はこの彼の一連の行動によってクビにまでするような事案ではないでしょう、ね、ただしこれは団活動に悪影響を与えたのは事実です。党としても、まあ、そういう、悪い影響があったのも、事実です。これやっぱり党にの方にはですね、ああいう、その中学生との LINE やり取りに対してね、非常に、その道義的にはどうなんだというそういう苦情の電話もかかってきたわけですから、それはやっぱり党としても非常に、迷惑だったというのもあります、ね、ただクビにするような話ではない。法律違反を起こしたわけでも、維新の会の方針決定したことに、同伴したわけではありません。この後のことはね、まだあのこれからの話です。ご質問ございますか。先だって3人についての党の事項これはもうあの手続きはやりましたよ。除名これはまあはっきりと党を裏切るより有権者を裏切ったわけですから、だからあの辞めていった皆さんね、まあ、この政治の世界中のはまあそんなもんなのか、彼らは3年半前にね、あの書いたもんに事実でサインして、都構想についても賛成、意思決定についても多数決、まあそれ全部ね、あの事実サインあるんですよ。まあそれでも政治家としてね成り立てるかどうか、これはもう最後は有権者の判断ですよ。処分は党、あの団の処分が出てすぐ、持ち回りで処分しましたけどね。それはもうちょっと事務方に聞いてください。はい、他にみんなの党なんですけども、浅尾さんと畑野芳美さんがお互いに出てきてほしいと言い合っているようですが、これによってその浅尾さんたちとこう維新との合流というか協力というのは進んでいくんでしょうか。なんでその質問をそんな笑顔で聞いてんの。あ、いや、別に維新としてはもともとから政策が一致すればみんなでチーム作りましょうというのはみんなの父さんと言い続けてきたわけですから、浅尾さんもそのつもりで、この間我々と僕と、橋本代表と浅尾さんと水野さんとお会いしたわけですからね、だから要は、もう政党の原点に戻ってね、僕はいつも言うんですけど、もうとにかくいろんな政治家一人一人こだわりはあるんですよ。自分はな、まあ、医療福祉やりたいとかそういうこだわりもあるしね、もっと外交防衛、国会議員やったら外交防衛をこうやりたいというこだわりもあるし、政策一つ一つに、まあ、人間ですから、濃淡もあってこだわりもあるんでしょう。でもこだわりはあるけどね、もういつまでもわだかまりは捨てんと。だからもう渡辺代表のあのわだかまり方は普通じゃないなとこう思いますね、僕は、渡辺代表は我こそはまあ創業者だという言い分のようですけれども、それよりも政党の原点の方がもちろん大事です。政党というのは個人の持ち物じゃありません。あの政党がやりくりしてるお金は全て国民の皆さんの税金です。渡辺代表のあが、資材をすべて、出してね、国民の税金は受け取らないという中でね、自分の政党だと言われるんなら、それはそうだと思いますけど、みんなの党も今やりくりしてるのはほとんど国民の皆さんの税金じゃないですか。そんな時に創業者がどうだっていうのは、これはもうお門違いだと思いますね。民間の株式会社じゃないんですから、創業っていうのは、税が入らない組織の話です。他
他にご質問ございませんか。それでは内容ですので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。